ビューをご覧の皆さん、どうもこんばんは。デイジーストリッパーのボーカルのゆぎりと、ドラムの風見と、ベートーベンのベースの直樹です。はい、こんな、異色の3人組でお送りしておりますけども、はい、今回僕たちが参加した、V アニメコラボレーションオム、はい、ということで、まあ世の中にですねありますこの男性の名曲のアニメソングをですね、それぞれが、まあ、プロデューサーになったり、アーティストになったりしてこう披露、まあ、カバーしたということで、はい、直樹さん今回は、はい、どんな曲をやったんですか？私が参加したのはですね、桜井碧さんとスタンドアップトゥーザビクトリー、機動戦士 V ガンダムの曲ですね。お、はい、結構かっこいい感じに。いやもう頑張りましたよ。直樹さんは 歌ったんですか？直樹さんはね、歌ってないんです。全部ギター、ベースやドラムを全部取りました。はい、ドラム取ったんですか？取りましたよ。生ドラム打ち込みで。あ、打ち込みで。でもすごくいい曲なんで、はい、よくできました。はい、これね、それぞれ個性が出ると思うんですけども、風見は？俺はね、3曲やらせてもらって。3曲で、はい、白衛さんと、うん、先日のペガサスファンタジー、うんうんうん、それから、ね、はい、ロイズのスバル君と、うん、空色デイズ、うん、それからキリーのユサ君と、うん、アイル、アイル、アイル、あ、ディラングおをやりまして、でアイルは興味ある、ね、もうそれすごい、俺のピアノとユサ君のボーカルだけ、うん、日本だけピアノと歌だけのバラードバージョンにして、で白衛さんの睡眠が進む、いやーね、ゾクゾクしますよ本当に。で白衛さんとのペガサスファンタジーはもう完全にシンフォニックメタルで、もう白衛さんのあれ歌もすごかったし、もう俺も負けじとツーバスめっちゃ踏んでるし、もうなんか聞かないでも想像できちゃいますね。結構ね、激しい感じになってて、うん、でソライドデイズなんかは、うん、なんだろう、割とこう今風なそのオルタナティブなロックな感じと、割と俺のピアノとギターがっつり入れたような感じで、3色すごいもう本当に全然違う感じに仕上げました。そぼろご飯みたいな感じだ。うまいね、うまいね。そうです、2つの意味でね、2つの意味で、あ、うまい、さらにうまい、はい、そぼろご飯、うん、そんな感じ。ずっと言ってくださる。直樹さんね、もう一曲参加してたの。あ、直樹さんもう一曲、谷本さんとね、はい、フライングインザスカイって曲ね。あー、なるほど、うん、でもね、谷本さんまだね、うん、お会いしてないんですよ。あれ、うん、今日もいらっしゃらないですか？あ、そうでしたね、はい、でデータだけのやり取りなんで、まあこの後ね、顔合わせしようかなと思ってるんですけど、あ、でもまあそれもいいかなみたいな。なんか現代ですね、レコーディング後に顔合わせ、そうそうそう、現代版ですね。そちらの方も楽しみ。で僕はですね、ゆぎりはですね、うん、ルパン三世のテーマをですね、ルパン、ルパン、そう、あれルパン、ルパン、うん、ザサードって言ってるんですよ、うん、あ、ルパンザサード、そうです、結構ルパンルパンって言ってる方ね、うん、多いと思うんですけども、あ、ルパンザサード、ルパンザサードなんですよね。そうだって、うん、これメジブレイのミヤ君、ギターのミヤ君が、まあ、アレンジしたやつをですね。で意外とミヤ君なんで、まあ、結構、まあ、メタルにアレンジしたと思うでしょう、うん、って思う、ルルルルルってだと思うでしょ、思ってる、思ってる、うん、さあどうでしょうか。それは聞いてからの楽しみですね。はい、というわけで、まあ、そんなデジストリッパーですけども、6月に、はい、はい、アルバムが出ます。僕らトラガスというアルバムが6月に出ますんで、かなり攻撃的なアルバムで、でそれ出してから7月8月って全国ツアー結構20カ所ぐらいね、はい、回りますんで、はい、楽しみにしてくださいと。売れっ子ですね。アルバム出してツアーですから、すごいスタンダードな話ですね。ベートーベンの、ベートーベンさんはもう聞いてもらえますか？はい、もちろん。ベートーベンはですね、3月にシングルが出ますよ、確か出てますかね、はい、あ、これの頃には、はい、あと3月の23日にですね、新宿ロフトの方で、ワンマンライブがあります、うん、その日実は直樹さんの誕生日なんですよ。これ小さいっすね。直樹さんの誕生日らしいっすよ、皆さん。ちゃんと公開はしてる。そんな感じ、公開はしてないらしいんでね、はいはい、オフィシャルホームページチェックしてみてくださいね、それぞれの、はい、ということで、皆さんこのぜひ V アニメコラボレーションオム聴いて楽しんでもらえたらなと思います。以上、デイジストリッパーのゆぎりと、ドラムの風見と、ベートーベンの直樹でした。さようなら、ごきげんよう。